新型クラウンクロスオーバーエンジンをつけたときは EV 走行比率がなんと 100% となっております。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、私いつもはですね、新型クラウンクロスオーバーの、運転席ドライバーズ席に座っているんですけど、今回はですね、助手席に座ってこちらの新型クラウンクロスオーバーをレビューしていきたいと思います。新型クラウンクロスオーバーはですね、運転席や助手席、後部座席すべての席を特等席を意識したデザインが採用されているも意外と知らないポイントで見逃せないポイントとなっております。また台形タイヤの採用により従来のセダンより高いヒップポイントとなったクラウンクロスオーバー、このヒップポイントを生かし視界の良い着座位置を実現しています。はい、今助手席に乗ってますけど、乗り心地は本当に極上といった感じですね。運転席に乗っていても極上というのが感じられるんですけど、助手席に乗ってもですね、その極上さは伝わってきています。現在ですね、走行モード、ドライブモードはですね、カスタムモードというモードで自分の好きなモードを設定して走行しております。私は少し固めのサスペンションが好きなので、カスタムでサスペンションをスポーツにして走行しております。エンジンはノーマルモードにして走行しております。はい、乗り心地は本当に極上ですね。はい、今ですね、エアコンをですね、切った状態で走行しておりますが、車内の静けさは、こんな感じで静粛性はかなり高いのが特徴となっております。また、着座位置も、高いので運転もとてもしやすいのが新型クラウンクロスオーバーの特徴となっております。また運転席には運転中の視線移動、また動作をミニアムに抑えるためディスプレイ、メーター、操作機器を水平に集約していますのも特徴となっております。迷うことなく直感的に運転できるデザインとなっております。はい、このような感じで水平基調な、ナビ周りから、ディスプレイ、そしてナビ周りから、デジタルメーター周りとなっております。今はこのようにエネルギーフローを表示して走行しております。はい、今ですね、夕方となってますので少し、外が薄暗くなってきたところで、新型クラウンのライトが点灯したといった状況になっております。今ですね、前方の車とのですね、車間距離を保ちながら、クルーズコントロールで走行してるんですけど、時速今40キロちょいなんですけど、EV モードですね。で、今10分ぐらい走行してますけど、今現在の燃費ですね、 12.4 となっております。はい、走行時間21分ほど走ってますけど、 EV 比率もとても高く、燃費も結構速度がこのような、遅めと言いますか、電池がですね4つ溜まってますので、 EV モードの走行比率も高いのも新型クラウンクロスオーバーの特徴となっております。こちらの私の車は RS アドバンストなんで、エンジンは 2.4 リッター、そしてリアルブーストハイブリッドシステムの車両となっております。カタログ値の燃費はですね15ほどですが、前の動画でも実燃費を上げていますが、だいたいですね10キロから11キロ、私のまあ市街地と郊外地半々ぐらいですかね、市街地ちょっと多めなんですけど、だいたいまあ11ぐらいの実燃費といった状況でしょうか。また高速道路もですね、過去の動画でもお話ししましたけど、高速道路を走行しますと15、16行きますので、かなりこの走る車の部類では燃費がいい方かと思います。はい、今電池モードが6個の状態ですけど、時速40キロ、制限速度40キロで40キロで走行しますと、ほとんど EV モードで走行しますね。またイビキン TV では今後クラウンスポーツの動画もどんどん投稿していきますので、クラウンスポーツ購入検討の方やクラウンスポーツを購入予定の方はぜひチャンネル登録してお待ちください。チャンネル登録をいたしますと通知がいきますので、動画の見逃しがないのでご安心です。はい、クラウンクロスオーバーに乗ってますけど、とにかく乗り心地がいいといった感じです。また新型クラウンの特徴はですね、まず走りですね、伝統的な後輪駆動からですね、前輪駆動のプラットフォームを採用した 4WD システム E4A となっております。 E4A というのは電気式4輪駆動方式になっております。車輪に合わせて前輪と後輪の向きを制御して自然なハンドリングを実現する DRS とはダイナミックステアリングというものなんですが、こちらを採用しております。ダイナミックステアリングとはですね、ステアリングを切った際の後輪の動きを速度域に合わせて変更するといったものです。
高速道路などの高速域では前輪と同じ方向に後輪を少し動かすことで、高い車両安定性を、低速中速域では前輪と後輪と逆方向に動くことで小回り性能を向上させております。新型クラウンの全長は、約 4.9 メーターと割と大型なんですけど、最小回転半径数はなんと 5.4 メーターとなっていて、仙台クラウンの最小回転半径 5.3 から 5.7 と比較して、同等レベルに、なっておるというのも新型クラウンクロスオーバーの特徴となっております。はい、ちょっとしばらく走っておりますけど、燃費がですねまた伸びてきて、瞬間燃費が 13.7 となっております。カタログではですね、徹底したシステムの効率の追求により、カタログ値の燃費は 2.4 リッターターボハイブリッド車で WLTC モードが 15.7 となっております。そして 2.5 リッターハイブリッド車ですね、こちらの方では新型クラウンというこの大きさにもかかわらず、なんとリッターはですね 22.4 と、かなり優れた燃費性能も確保しているのも新型クラウンクロスオーバーの特徴です。また新開発のバイポーラ型ニッケル水素電池を搭載し、低速でのレスポンス向上や中から高速域でのダイレクトな加速も期待できます。ちょっと加速してみたいと思います。ちょっと踏んでみてもらいます。かなり加速します。高いトラクション性能と操縦安定性を実現しているので、かなり安定して加速していきます。助手席に乗っていてもかなり走ることがわかります。また新型クラウンには安全性能も搭載されていて、クロスオーバーは先進の技術トヨタチームメイトが取り入れられております。入庫出庫自動支援機能、アドバンストパークや渋滞時の安全運転に効率的なアドバンストドライブなどの便利で安心なサポートも搭載されています。また新型クラウンクロスオーバーは最先端の予防安全パッケージトヨタセーフティーセンスを標準装備していますので、さまざまな事故の防止拡大に役立ち、安全なドライブをサポートするといった車になっております。この先左折専用と右折専用レーンがあります。はい、これはですね今自動でブレーキで止まっております。停止まで全然助手席に乗っていてもですね怖いといった感じがない、この辺はですねかなりトヨタセーフティーセンス、アダプティブクルーズコントロール、全車速追従機能でストップまで、安心して止まれるようになったので、今完全に停車した車に、止まりましたが、運転してても特に怖いといった感じなかったですよね。はい、これがトヨタセーフティーセンス、こういった機能もどんどん、新しくなっているのも嬉しい機能の一つです。はい、ということで今回ですね新型クラウンクロスオーバーの、特徴を伝えてきました。今後もですね新型クラウンクロスオーバーの動画、またクラウンスポーツの動画も上げていきたいと思います。この動画が少しでもいいねと思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、またコメントの方もお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。